ちらサイバーネームミキエさんからいただきました。ミキエ、ありがとう。ありがとうございます。福山さん、ゲストの皆さん、こんにちは。こんばんは。福山さん、パーソナリティおめでとうございます。ありがとうございます。ゲスト出演された時からこの日がを待っていました。本当ですか？そして夏休みスペシャルということでゲストにどんな方が出演されるのか今から楽しみです。皆さん頑張ってください。こんな僕らたちです。こんなんでーす。はい、さて私は夏休みの楽しみといえばやっぱりイベントで東京に行くことなのですが、今年は羊カフェと、秋葉のメイドカフェに行く予定です。初体験なのでもう今からドキドキしてます。そこで皆さんに質問です、もし皆さんが女性向けのカフェをプロデュースするとしたら、どんなカフェを作ってみたいですか、ぜひお聞かせくださいということで、マッチョカフェ。マッチョカフェ、みんなマッチョなの。もしかしてなんかこうちょっと店員全部マッチョ、サンオイル塗ったり。違う違う違う、中身はもやしなんだけどみんな肉襦袢をつけてマッチョなの。すいません、それは女性向けですか？あの着てる服装がマッチョ。マッチョ、そうです。はい、マッチョ服っていうかもう襦袢、襦袢だよ。襦袢、モンゴルマンみたいなもんだよ。なんか偽ケンシロウみたいな、ね、そうそんな感じだよ。うん、だって本当にマッチョだと暑苦しいじゃん、みんながね、ポージング取りながら、いらっしゃいます、ってやると嫌じゃん。でも結局やるの一緒ですよね、やることは。やること一緒ですよね。マッチョ、だって、いや、だけど、すごいマッチョなんだけど、出てくる言葉がヒョロクが、いらっしゃいませとかなんだよ。で、それもなんか、すごいマッチョなんだけど。暑くてもう疲れ切っちゃってるんだよね、そうそうそう。長時間持たないですよね。だからレアなの。回転時間が短い。ああ、なるほどね。しかも比較的夜が多い。そう。じゃないと暑すぎる。勝てねえな、なんか、あと何言ってもな。古いなぁ。俺ね、実はこの質問を別の時にされたことがあって、やっぱサイバーフレンズさんの恋の花っていう CD を出した時にですね、なんだろう、最後のインタビューの時かな、なんか取材かなんかの時に同じ質問されて、自分が何て言ったかは忘れちゃったんだけれども、その時共演してたまた森川さんです。あ、生肉先輩が。生肉先輩。病気で行きますね。言ってた答えがもうずっと頭にこびりついて離れないのが、BL カフェ。あ、バーニングラブカフェ。惜しい。もうみんながすごい熱烈に愛してるの。バーニングラブカフェ。暑いし、なんか聞いてて楽しいですかそれ。もうね、開店と同時にね、ずーっと BL が流れてる。あ、BL が流れてる。流れてるんだ。ひたすら流れてる。別に何かするわけではなく BL が流れてる。みんなだから絡みのシーンとかね、そういうフレバのシーンとかを聞きながらお茶を聞いた。それ間違いなく風営法に引っかかる。あまりにそれのインパクトが強くて、自分でね、どんなプロデュースしますかって言ったら覚えてないんだけど、まあそれもいいんじゃないかな。でももしそのコンセプトの店だったら、あいたの開店した当初からいきなりアングラですよ。すごいね。やばいですね。じゃあそんな下野は、なんかもうパンチ効いた2つができちゃったから。そうだ、ネタのコーナーじゃないんだから。何言ってもな、素直にこんなお店があればいいなっていいんじゃん。プロデューサー下野でいいんだよ。そうだな、僕を、なんか肉でできた店とかでいいじゃないですか。はい、続きまして唐揚げカフェとか、なんとですね、こちら前のゲストからね、